もしかして言うと思ってないけど大丈夫かな。よし、頑張るぞ。頑張る。よし、こう。レッツゴー、レッツゴー、頑張ります。引き間違えた。いいボタンでしょ。配線、配線。カフェにって何？か、なんか上手くなった私。保管庫怖い。あ、いるわ。いや、動いたよね。危ない危ない、ちょっと待って、医務室死んでる、医務室死んでるよ。はいや、え、医務室、ええ、医務室でここまるちゃんの死体で、さっき管理室アドミン見たときに医務室1がずっとついてたの。アドミン見てカードスキャンやって、はい、もう一回アドミン見たらまだ動いてなかったから、これやばいと思って上に行ったら、医務室行ったらナムナムになってました。やば。なので多分先にここまるちゃんかなって思う。これインポスター一人ですよね。え、うん、だから一人だよね。あれ、早っ、キルクール、あれ入ってないよね。え、初手だよね、まだ初手、初手だから最初は10秒じゃん。で秒で殺して、そうそうそう、すぐ殺して、え、うん、もしかしたら初級者の仕業なんじゃないの。ってことはレベル35じゃん。確かに一番高いわ。え、ちなみにウェポンついてた、アドミン。あ、ごめん、覚えてない。もう医務室がポッツンだったから。ああ、医務室ウェポンだな。でもいやー、まあユランさんがアドミンで見てるなっていうのは分かりましてましたけど、うん、管理室横通ったの僕見られてないかな。ごめん、医務室医務室って言いながら言ったから、すげえ私死に漏らしてるわ。ちょっとね、そしたらじゃ無理だな。あ、追えない、これうまいな。え、美月くんはどこかで見た記憶ありますか。本当に見てない。ラス一番最初に管理室に一緒にいたぐらいしか覚えてないの。そっからは分かんない。で、管理室で死人はなかった、その、死体はなかったってことは違うところで殺されてるんだ。管理室にない。あ、もうちょっとちゃんと見ればよかった。待って、いや、でも仕方ないな、これ4人だからな。これ、ここで決め打ちができない。あー、じゃあ、スキップし、え、じゃあ次一回、え、これ、まだやった方がいいですよね。相談、話し合いみたいな。うん、ボタン押しに行くよ。あ、でも20秒ぐらいでやってもらったの。あ、分かりました。あ、でもどうやったら、はいはい、分かんない。難しいね。全然ダメだな、死に漏れしちゃうわ。もう多分タスク勝ちはできないから、豆腐ちゃんと管理室、豆腐ちゃんと管理室。七木君、ウェポンに来た。分かった。行こう。一緒に行こう。一緒に行こう。一緒に行こう。はい、三人で行くよ。三人で行くよ。はい、みんなで行けば怖くない。はい、みんなで行くよ。はい、みんなで行くよ。はい、みんなで行くよ。はい、オッケー、ナイスー。危ない危ない、ちょっと待ってね。ん、はい、あんまり、あ、どうだろう。今豆腐ちゃんと七木くんと3人で行ったんだよ。うん、はい、カブエンジンから来たよね、はい、アドミで見てたよ。直しに行ったんだけど、うん、だからどっちかにいて、あれ、最初からアドミいた、最初に管理室いたの誰だ、わかんないな。やろうと思ったけど、あ、これです。あ、七木くんか。で、
あ、違う、豆腐さん、豆腐さん。豆腐です。ごめんなさい。で、カードリーダーのやつして、で、それで終わったと思ったら、ちょうど原子炉が来たんで、3人で原子炉行きま七木しくたんがね、前にい途中たでんだ。七木さん合流して。だから多分、ちょっと今回、とじく私は疑ってないの。キあ、あルりがとうしございようまと思っす。たら、思ったより3人で固まってるから終わりじゃんっていう形なのかなって私は思った。ああ、しようと思ったら合流したみたいそう、合な。流しちゃった。3人いるからダメじゃんってなったのかなって私は思ったけど、あとボタン残ってる方、どなたいます？俺残ってま私も多す。分残ってると思う。だって初手ボタンじゃないし、さっきの私が死体あ、発見だあれだっから。たね。じゃあ全員残ってるな。僕以外の子から。じゃあ、ああ、22で行動じゃあ、して。ああ、はで、い、わかりました。どなたかがボタンを押してくれれば。じゃあ、タスク急いで終わらせましょう、じゃあ、みんなで。22どうやって決めるんよ。じゃあ、イランさん行く？オッケー、じゃあ、豆腐ちゃんとナナちゃんでお願いします。はい。ね、わかりま先しどっち行く？た。トジック、どっち行く？イランさん、どこ行く？俺は右がいいなぁあ、とじゃあ思って右行る。くわ。オッケー。酸素とナビゲーションやりたい。はーい、オッケーです。はーい。あ、間違えた。トジクはあ、ね、セキュー結トだ。構今なら安心できる。はず。行くよー。はい、行くよー。ナビゲーションある？全然終わってない。私こっちにいるね。ボタン押そう。ああ、何かをしたい。よかった。ナイスボタン、ナイはスボい、タン。ナイスです。こっちはね、タスクやばい、全然終わってないかも。私もだなんよ。か、マジ？じ威張るなって話が。今、当てないよ、全然。ゃあちょっと、イランさんに合わせるわ。ちょっと今、各地に散らばってる、こっち。待って。今私 散らばってるわ。私も散らばってるね。散らばってるよね。どこどこ？カフェテリアの左上、ウェポン、通信、電気、原子炉、上部。チンってどこだっけ？通信ってどこだ？右あ、ここ。じ下。ゃあ、カフェ、ウェポン、通信のこう、右回りに行こ OK。七う。はーい。木僕さたんちとは豆大腐ち丈ゃん夫もです。打ち合わせ OK ですよ。じゃあ、七木さんあとどれくらい残ってますか？今、電気はい。室に3つと、保管は庫い。に1つあります。はい、わ豆腐かりさんましは？た。俺、右の方に3つくらい残ってて。ああ、はい、わかりました。はい、どっちから行きますか？じゃあ先、豆腐さんのやつ終わらせますか？あ、わかりました。いや、30秒、40秒経ったらボタンお二方どおちら願かい押ししていただまけるす。と助かりはい、まわかす。りました。はい、わかりました。あ、待って、そうだ、俺、スキップ押さなきゃ。切れないからね、独自に。OK、こっち。
それは無理があるだろ。まあ無理だろうな、正直。無理があるだろ。正直な話すると、あの2-2で別れるってなったから無理だろうなって思って正直諦めてましたよ。2-2で別れたらきついよね、正直ね。そうですね。いやなんかだから個人的にはなんかあの三つ又エランさんとトジクさんどっちかやって、うんうん、あのファッションでやりたかったけど七木さんがめちゃくちゃついてくるからこれ無理だろうなと思って。当たり前だわ。当たり前だわ。多分そうなった時って停電だよねやっぱ。あ停電ね。いやちょっとはぐれちゃった。停電でやっても多分停電どうせ切る。みんなで固まって停電に集めて4人で誰がやった誰がやったっていう状態かな。あどのボタンなんですか。あ雷ボタンです。ね、電気室にあるね雷ボタンかな。あああった、確かに、うん、いやなんかサボタージュの使い方全然分かんなかったからもうサボタージュよく分かってない適当にやっちゃってて難しいよねサボタージュ。難しいですね。いやなんか初めの方は多分あなんかユランさんがあの即やったんですけどその後ユランさんがあのアドビン見ててだからあ多分ヤランさんアドビンの方で医務室行くだろうなって思ってあじゃあこれすぐにやったらあの死体なんか1個すぐにできるんじゃねえかなって思ってちょうどプラプラって歩いてたらあの七木さんがいてやってそこまではよかったんですけどね。犯行理由適当に打ったやめろ。いや多分ヤランさんが医務室行ってくれるだろうなあじゃあ医務室であの押すからそのうちに一人やれば死体消し一人分はできるなって思って普通に自分に投票します。あのできるんだ。できるよ。できますよ。原子炉のサボボキこれで、うんうんね、キルのボタンって何ボタン。9デフォルトは9だった気がする。ありがとう。